定当権設定登記は登記の対応の一つで、当事者の設定行為による定当権の発生の登記をすることである。本校では、日本の不動産登記における定当権設定登記について説明する。不動産登記法以外の法律による定当権としては、商法848条の船舶定当権、流木に関する法律2条2項の立木定当権、 工場抵当法14条2項の工場抵当権、工業抵当法3条の工業抵当権などがある。抵当権は不動産に関する物件であるから、その発生を第三者に対抗するためには、登記をしなければならない。また、本項ではね、抵当権を含まない、普通抵当権の設定登記について説明する。以下、抵当権とあれば普通抵当権を指すものとする。 寝定当権の設定当期については、寝定当権設定当期を参照。説明の便宜上、次の通り略語を用いる。ここでは不動産当期の観点から見た、目的物について説明する。民法の観点から見た、目的物については、定当権目的物を参照。定当権を設定できる権利は、所有権、地上権、栄誉作権、採石権である。 賃借権は含まれていないので、敷地権付き区分建物に、低等権を設定する場合、敷地権が、賃借権の時は建物についてのみ、設定登記をすることができる。また、不動産市地権は、低等権の目的とはならない4月13日民事局長、回答なお、共有持分全部を、低等権の目的とすることができる12月22日、民警回答参照。 他人物他人所有の不動産について、抵当権を設定することができる10月23日、民読21週1775ページ。登記申請情報に記載すべき登記原因の日付には注意が必要であり、口述する。建物登記記録または登記簿に記録または記載された、新築の日付より前の日付をもって設定された、提投権であっても、 低等権設定登記をすることができる4月6日民、高1291号回答。登記記録に記録された新築年月日は縁起担ぎなど不正確な場合が多いからである。ただし、建物として認識しうる日以後の日付でなければならない。一方、将来建築される建物を目的とする低等権設定登記はすることができない12月28日民。 公3727号回答。目的物が存在しないので、物件が成立しないからである。権利の一部一筆の土地の一部について、定等権設定契約をすることはできるが、分筆の登記をしなければ、定等権設定登記はできない12月22日、民計2080号回答。工事をする方法が存在しないからである。 不動産の所有権または共有持ち分の一部を目的とする定等権設定登記の申請は原則として受理すべきでない1月17日民、公106号回答が不動産の所有権または共有持ち分をするに分けて取得した場合、所有権または共有持ち分の一部に定等権設定登記をすることができる4月4日民、3251号回答。 その登記記録の例は以下の通りである。数回に分けて取得した所有権の一部への定当権設定登記の記録例数回に分けて取得した共有持ち分の一部への定当権設定登記の記録例付属建物のみについて定当権設定契約をすることはできるが、分割の登記をしなければ定当権設定登記はできない2月13日、民警五57号回答。 工事をする方法が存在しないからである。その他処分の制限の登記がされている不動産について、定当権設定登記をすることができる7月14日、民事局長電報回答。なお、処分の制限の登記がされた不動産を所有者は、処分できるが、処分の制限の登記をした者には対抗できない。生産中の会社が登記義務者となる定当権設定登記は、 契約の日が解散の日の前であろうと後であろうとすることができる11月7日民、高3252号回答。金銭債権や売買代金債権が典型例であるが、以下の債権も非担保債権とすることができる。また、非担保債権の一部について、抵当権設定登記をすることができる四月八日民、高八十三号通達。さらに、 抵当権設定契約後に、再建の一部について弁済があった場合、残存債権について、抵当権設定登記をすることができる5月6日民、高9 0号通達。複数の債権について、債権者も債務者も同一である場合、当該複数の債権を非担保債権とする、抵当権設定登記をすることができ4月9日民、高965号通達参照。 記録例365.366複数の債券について債権者は同一であるが債務者が異なる場合当該複数の債権を非担保債権とする定当権設定登記もすることができる一方複数の債権について債権者は異なるが債務者が同一である場合当該複数の債権を非担保債権とする 抵当権設定登記はすることができない12月27日民、高3285通達が、債権者が準共有する1個の債権または、複数の債権について、債務者は異なるが、債権者は同一の準共有者である場合、当該債権を非担保債権とする、抵当権設定登記はすることができる3月31日民、七百十二号通達第四から一参照。 記録例三百六十一。なお、債権者が純共有する債権を非担保債権とする、抵当権設定登記を、債権の純共有者の一人と設定者により、申請することができる。また、複数の債権について、債権者をことにする場合、当該複数の債権を非担保債権とする、抵当権設定登記はできないが、数個の抵当権の順位を同じくする複数の、 定当権設定登記を同時に申請することはできる12月6日民、項2815を通達、記録例354。絶対的登記事項として、以下のものがある。一定の金額を目的としない再建の具体例は、ものの引き渡し再建である。複数の不動産に関する権利を目的とする、場合における、当該不動産及び権利については、 共同担保目録において表示する。共同抵当権設定登記を参照。また、相対的登記事項として以下のものがある。上記以外の特約を登記することはできない。具体例は以下の通りである。本校では、上記の登記事項の内大申請に関する事項、以外の事項について、登記申請情報の記載方法を説明する。 申請の受付の年月日及び受付番号については不動産登記受付調査を参照。登記の目的定当権設定のように記載する。順位番号を記載する必要はない。共有持ち分全部に設定した場合、登記の目的 A 持ち分定当権設定のように記載する。共有者全員の持ち分全部に設定した場合、登記の目的共有者全員持ち分全部。 定等権設定ではなく、当期の目的定等権設定と記載すればよい。なお、所有権または持ち分の一部に設定する場合は、権利の一部の画像を参照。所有権以外の権利に設定する場合、当期の目的一番地上権定等権設定のように記載する。所有権以外の権利の準共有持ち分全部に設定する場合、当期の目的一番に英語作権。 B 持ち分定当権設定のように記載する位置。概要、原因平成何年何月なんか、金銭消費対策平成何年何月なんか設定、のように記載する。前者の日付は、非担保債券の成立日であり、後者の日付は、定当権設定契約の成立日である12月23日民、公2747号回答。両者が同じ日である場合、 原因平成何年何月なんか、金銭消費対策同日設定のように記載すれば、良い2月7日民339号イメ通知、記録例353、以下、当期原因と原因日付に分けて説明する。当期原因上記の金銭消費対策の部分が非担保債権の内容である。金銭消費対策以外の記載の例は以下の通りである。なお、 日本国以外の通貨で債券額を指定した場合、非担保債券の記載方法は特に変わるところはない。保証人の求償債券や保証料債券等を担保する場合の記載の例は、以下の通りである債券の一部を担保する場合、例えば、原因平成何年何月何日か、金銭消費退借金何円の打ち金何円、平成何年何月何日か設定のように記載する。 このように記載しないと非担保債権全額を担保したことになり、債権額の増額変更の登記はできなくなってしまう11月1日、民計1904号回答参照。抵当権設定契約後に、債権の一部について弁済があり、残存債権について、抵当権設定登記をする場合、一部弁済の旨を記載する必要はない5月6日民、高900号通達。 複数の債権を担保する場合の記載の例は以下の通りである。原因日付記述の通り、非担保債権の成立日及び抵当権、設定契約の成立日を記載する。金銭消費対策は、要物契約であるから、契約の日と金銭の受け渡し日が異なる場合、金銭の受け渡し日を非担保債権の成立日とする。他人物に抵当権を設定した後に設定者が、 当該他人物を取得した場合、取得した日を抵当権の設定日とするべきである。再建額金何円のように記載する。アドオン方式の場合、再建額と利息の合計額を記載する10月15日民、高3395号を通達。例えば、再建額が500万円、利息が年10%という再建を1年かけて毎月弁済する場合、 記載すべき、債券額は、金550万円となる。物の引き渡し債券を担保する場合、例えば、債券価格石炭何トン価格金何円のように、記載する。また、債券の一部を担保する場合、当該担保される金額のみを記載すれば良い4月8日民、百683号通達、記録例364。日本国以外の通貨で、 再建額を指定した場合の記載の例は、以下の通りである。担保限度額については、当事者の合意により定めた額で良い3月31日民、項712号通達第16から3。複数の再建を担保する場合の記載の例は、以下の通りである。元本と利息を担保する場合の記載の例は、以下の通りである1月29日民、項3 1五号を通達。 記録例357。登記原因証明情報に利息の記載があるのに、登記申請情報に利息の定めを記載しない場合、申請は却下される2月24日民三3 0 1号、回答。登記できるもの、利息年何のように記載する。その他の記載の例は、以下の通りである複数の債券を担保する場合で、 利息が異なるときの記載の例は以下の通りである。登記できないもの不明確な利息の定めは登記できない。具体例は以下の通りである。法定従理または、重げ市の特約は原則として登記できない11月26日民、五2541号通達。例えば、元本及び利息の遅延損害金は共に年二割とするのような登記はできない。なお、 支援利息については元本に組み入れる登記をすることができる。また特別の登記をすれば優先弁債権を得ることとなる。それぞれの登記手続きについては定当権変更登記を参照。金銭消費対策契約に基づく定当権設定登記の場合、利息制限法に違反する利息は登記することができない6月28日民、公選357号通達。 この場合、法廷の利率に引き直せば登記することができる7月13日民、公1459号通達。損害金年何のように記載する。その他の記載例は、以下の通りである複数の債券を担保する場合で、損害金が異なる時については、当該場合の利息の画像の利息の部分につき、損害金として記載すればよい。なお、 具体的な額を定めた、医薬金を登記することはできない10月20日民3999号異名、通知。ただし、登記原因証明情報に、医薬金の軸が記載されていても、内容は定期金的性質を有すると認められる場合、登記申請情報には、損害金と記載して、申請をすることができるとする見解がある。債務者何市何町何番地 A のように記載する。 連帯債務者の場合、債務者のところを連帯債務者とすればよい。権利能力な記者団は、登記名義人にはなれないが、債務者としては登記することができる6月13日民、公選317号回答。また、個人の称号も、債務者何市何町何番地 B 商店と記載すれば、登記することができる。なお、債務者をことにする複数の債権を担保する場合の、 記載の例は、利息の場合に準じる。債権に付した条件は、特約債権者が死亡した時に、債権は消滅するのように記載する。民法370条正し書きの別段の定めは、特約流木には、定当権の効力は及ばないのように記載する。権利消滅の定めは、特約定当権者が死亡した時に、定当権は消滅するのように記載する。 共有物分割禁止の定めは、定等権設定登記において登記できるかどうかは、争いがある。定等証券発行の定めは、特約定等証券を発行することができるのように、記載する。元本または、利息の弁済期または支払い場所の定めの記載の、例以下の通りである。その他、弁済期平成何年から、平成何年まで、毎年何月何日か、 各金何円のような記載もすることができる6月14日民、高3189号イメ通知、記録例450。低等権者を、登記権利者、低等権設定者を、登記義務者として記載する。ただし、低等権者、設定者と記載するのが、実務の慣行である。なお、法人が、申請人となる場合、以下の事項も記載しなければならない。 銀行等が定当権者の場合、取扱店を記載すれば、登記することができる5月17日民、高百1 3 4号を通達、記録例370。この場合において、委任による代理人によって申請をするときは、登記原因証明情報に、取扱店が記載されていなくても、委任状に記載されていればよい9月14日民、高2277号回答。 銀行等に含まれないものとして、信用保証協会、信用組合や、信用金庫がある。なお、抵当権が準共有である場合、持ち分または、再建額を記載しなければならない3月31日民、項712号通達第4から1、記録例361参照。投機原因証明情報、投機義務者の投機識別情報または、投機済証及び、 所有権を目的とする、定当権設定登記の場合で、書面申請の時には、登記義務者の印鑑証明書を添付する。法人が申請人となる場合はさらに代表者資格、証明情報も原則として添付しなければならない。なお、書面申請の場合でも所有権以外の権利を目的とする、定当権設定の時は、印鑑証明書の添付は不要であるが、 登記義務者が登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない。また、抵当権の目的たる不動産が農地または再送放牧地である場合でも農地法3条の許可書を添付する必要はない。再建金額の1000分の4である。一定の金額を目的としない再建を非担保再建とする場合。 当該非担保債権の目的たるものの価格を債権額とみなす。なお、破数処理など算出方法の通則については不動産登記、登録免許税を参照。所有権を目的とする低等権設定登記は主登記で実行される。所有権以外の権利を目的とする低等権設定登記は不機登記で実行される。なお、権利の消滅に関する登記は 設定の登記とは独立した登記として不き登記で実行されるスタブ。ありがとうございます。